昨日、御果て町の高神神社で爆発があり、2名が負傷しました。警察は、当日ライブを行っていた絶対絶命バンドのメンバー、二階堂レイさんを狙った犯行と断定し、捜査を進めています。いやー、すごかったっすよ。アンコールで二カレーがステージに上がろうとした瞬間に爆発が起きて。え？どんな風にって？こう、バーンつって、みんなドーンって感じで、もう、うわーってなって、ギャーって。以上、現場から中継でした。まだみんな揃ってないのかな。山城先生と花子とあと健介がまだ。あいつ何やってんだ。兄も後ほど遅れてまいりますわ。昨日の事件の調書を取られているみたいで。お、みぶし来るんだ。雪乃くんに誘われたら行かないわけにはいかないなんて鼻の下伸ばしてましたけどね。ああいうところ少し直していただきたいですわ。あら素敵、鼻の下伸ばしたみぶさんも見てみたいわ。はあ、兄も雪乃さんみたいに無駄に明るい人とお付き合いして少しはポジティブになってもらえるといいのですけど。無駄に明るい？ええ、ああ見えて意外と思い悩むタイプなので、まあそれが上白家の慎重さにつながっているというメリットもありますけど。いや、そこじゃなくて。まったく、あんたら危機管理能力ゼロか。あんな事件があった翌日にパーティーだなんて。よくまあのんきに。もう今日しかないんですよね。龍崎さんも忙しいのに来てくれてありがとう。警護だから、これは警護。昨日の爆破事件はニカレーを狙ったストーカーの仕業でしょ。熱狂的なファンって怖いのよね。それがね。いやー、みんなお待たせ。主役が遅れちまってほんとすまねえな。あんた絵に描いた脇役だからな。なんかすっげえいい匂いしてるな。腹減ってきた。お、唐揚げもうまそう。健介くん、ニカレーのストーカーで捕まった犯人、あれ人違いだったって本当？え？ああ、反省したの？食べましたね、麻木先輩。まだ始まってないのに、唐揚げ食べましたね。ああ、食べてねえよ。こんな無理な白を切る人、初めて見ましたわ。龍崎さん、頼むからこいつを捕まえてくれ。めんどくさいから断るわ。昨日の爆破事件すごかったよな。俺もインタビューが殺到して対応に苦労してさ。それでまあ遅くなっちまったってわけ。この人今日ずっと高神神社の辺りをうろうろしてて、報道陣を捕まえては俺爆発見ましたって売り込んでるんですよ。最低。地球のゴミだな。ダニ。それがさ、俺思ったよりも画面映りいいわけよ。カメラに愛された男ってやつ。カメラが俺を呼んでるみたいな。いちいち反疑問系にするのや。
ニカレーは無事だったらしいじゃない。そうなんだよ、かすり傷程度で済んだらしい。とっさにマネージャーがかばったって噂だぜ。マネージャーは入院してるみたいだけどな。へえ、タレント愛だね。まるで母親のような。ごめんね、遅くなって。お、これであとは花子と三伏だけか。山田さん、今日は欠席することになったわ。今日は花子の送別会も兼ねてるのに。なんで、花子に何が？ちょっと怪我しちゃったみたいで。残念そうにしてたわよ。みんなによろしくって。まあ、あんな目にあったら無理もないわね。ん？山城先生、今なんて？あ、いいえ、別に。それで、三部さん、待つの？兄は待たなくて結構ですわ。いつ来るかもわからないですし、始めてしまいませんか？よし、それじゃあ乾杯しようか。それじゃあみんなグラスを手に取って、乾杯の温度を山城先生にお願いしたいと思います。あら、そう？それじゃあ、いろんなことがありましたが、この夏休みみんなと一緒に過ごせて楽しかったわ。そしてこの町を去る雪乃さん。はい。また会えるといいわね、この御果て町で。はい。雪乃さん、いつでもお待ちしておりますわ。それでは、これからの民族学研究会と音無雪乃さんの旅立ちを祝って乾杯。乾杯。御果て町に乾杯。あれ、何このホワイトソースがかかったオムライスみたいなやつ。おお、健介くん、いい質問だね。実はミウが考えた新…なんだ、健介知らなかったの？はい、ミウ。オムライスの卵の代わりにホワイトソースをかけてみた。私はこの前食べたよ。むちゃくちゃ美味しいから。すごい美味しい。何これ、なんでメニューに載せないの？私もう帰っちゃうから食べられないじゃん。まだ名前も決めてなくて。美味しすぎて頭の中にあれが鳴ってるよ。カルミナブラーナ、もうオペラの大合唱。オペラの大合唱ってそりゃ大げさだろ。そんなにうまいわけ。うまっ、超うまっ。しょ、庶民的な味ですけど、まあ悪くありませんわね。あ、マスター、味見用にもう少しよそっていただけます？あんたら本当危機管理能力ゼロか？のんきにパク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 。はーい、揚げたてのハムカツです。あ、それ一切れいただくわ。あー、一切れっつって二切れ取ったぞ、このヌスッとデカ。ヌスッとデカって、それ結果どっちだよ。アニメな、唐揚げ山盛り追加で、あと赤ワイングラスで、ライシキュー。アルコールは別料金よ。おーっと、聞いてないわよ、アニメな。はあ、楽しいな。ほんと御果て町から帰りたくないな。また来ればいいじゃない、いつでも別荘に泊まっていいんだから。そうね、
車が入ってきたな。遅くなってすまない。ミブさんチーッス。お兄様、遅いですわよ。もう縁も竹縄ですわ。仕方ないだろう。警察の調査に協力しないわけにもいかないからな。ミブさん、お疲れ様です。相変わらずお忙しそうですね。ああ、昨夜の爆破事件のせいでね。ただでさえ忙しいというのに。ミブさん、わざわざ来てくれたんですね。嬉しい、ありがとうございます。雪乃くんとは縁があるからね。で、いつ帰るのかな。明日にはもう街を出ようと思ってます。あんまり過ぎても後ろ髪引かれるだけだし。雪乃さんの部屋、今日覗いたらもうすっかり片付いててびっくりしちゃった。それは寂しいな。またいつでも戻ってくるといい。その時は一緒にディナーでも。はい、喜んで。なんだよ、ここできるやつかよ。まさか雪乃っちが上白巫舞とここまでの仲と。いや、出来レースだなんてそんな。浅木先輩、何ですかその出来レースって。ふん、見てわからないのか。雪乃っちはすでにお兄様と出来上がっている。つまり俺の雪乃っちじゃないってことだ。まあ、雪乃さんがあなたのものかどうかは別にして、私はてっきり雪乃さんはこの方とお付き合いされているとばかり思ってましたわ。で、そうなのあんた。マミ、こいつに聞いても無駄だ。いつも通りふわっとした答えしか返ってこないぞ。あ、そっか。じゃあ雪乃さん、もしかしてこいつと付き合ってるの？マイミネさん、相変わらず躊躇という言葉を知らない切り込み方でスカッとしますわ。で、どうなの、雪乃さん。はあ、それが彼の推しが弱くて。お前、男ならイニシアチブを取れ。女を待たせるなんて最低だ。ほら、浅木くん、くだらない話はそこまで。すみません、ミブさん、せっかく来ていただいたのに。ああ、いや、皆さん仲が良さそうで羨ましい限りです。しかし竜崎刑事がいるとは驚きました。今日は非番ですか。ハーヒーをインムフーエ。ああ、食べてる最中に話しかけてしまった。失礼しました。こう見えても勤務中です。一応警備の一環として参加させてもらいました。そのカツレツ一枚キープで。なんてガサツな女なんだ。浅木先輩と行動パターンがほぼ一緒に見えるのは気のせいでしょうか。女健介。さ、みんな揃ったことだし、ここで雪乃さんにお別れのスピーチお願いしようかしら。え、スピーチ。いや、雪乃さん待ってました。雪乃ちゃん、頑張って。そうですか。それじゃあ、皆さん、本日はこんなにたくさんお集まりいただき、誠にありがとうございます。いや、ゆきのち。私はかつてこの町に取材で訪れました。坂道の多い町並み、緑に囲まれた家々、海風にあおられて空高く舞うトンビ。海はちょっと寒々しかったけれど、この町の人たちの温かさに触れ魅了され、私はこの町を好きになっていったのだと思います。よっ、いいこと言ってくれるね、ゆきのっち。そして今回、
この町で看過できない事件が起きています。私が以前インタビューをした大島真子さんも悲しいことに突然命を落としました。ん？なんか雲行き怪しくなってきてないか？私は徹底的に調べました。時にうまく進めない時もありましたが、龍崎さんの協力もあり、少しずつその謎を紐解いていくことができました。龍崎さん、雪乃さんの調査に協力を？ええ、ノーコメントで。約1ヶ月にわたる調査の結果、私は一つの恐るべき推論へと達することになります。これは事故なんかじゃない、誰かの意思によって起こされているのだと。これお別れのスピーチなんですか？お、変わってるね。犯人はこの町で進められているワールドエンドプロジェクトを終わらせようとしているのではないかと。ワールドエンド？これはすでにお伝えしている人もいますが、2件の女子高生に関する事件はどちらもワールドエンドの本が遺留品として発見されています。そうですね、龍崎さん。ノーコメントで。特に2件目、大島真子さんの遺留品はここにいる美羽ちゃんたちによって河原で発見されましたが、この時は犯人が意図的にワールドエンドの本をカバンに入れて流したと私は見ています。おい、それマジかよ。そして昨日の爆破事件、夏祭りのステージ下に爆弾が仕掛けられていました。これは明らかにワールドエンドの映画に主演する二階堂レイを狙ったものだと考えられます。幸いマネージャーが体を張って守ったと聞いていますが。マネージャーは重体よ。ちょっと待ってくれ。つまり雪乃くんは一連の事件は全て同一犯だと言いたいのか？そういうことです。警察ではそのような話は全く。あ、これこの子の勝手な推理、警察の捜査とは全く関係ありませんので。でもミステリー研究会っぽくていいじゃないですか。もう少しこの話進めませんね、山城先生。民族学研究会なんだけどね。ま、あなたの気の済むまでどうぞ。だけどどうして犯人は潰したいんだ、そのワールドエンドプロジェクトを？多分犯人にとって都合が悪いのだと思います、ワールドエンドが成功することが。では誰にとって都合が悪いのでしょうって考え始めたらいっぱいいるのよね、そんな人。俺は犯人じゃない。うわ、それ犯人が言う有名なセリフですよ。もう満場一致でケンスケが犯人ってことで。そう思うとみんなが疑わしくなっちゃって、私自身袋小路に入っちゃった感じだったの。だけど見つけたかもしれないの、このパズルを解く小さな鍵を。嘘。どうしてそこまでしてこの事件を調べる？ああ、いや、雪乃ちゃんが随分危険なことに首を突っ込んでるから大丈夫なのかなと。そうよ、どうしてそこまでしてこの事件を調べてるの？きっかけは大島真子さんの死だし、私のライター魂からよ。だけど今はわからない、この町で始まっている何かを私が終わらせないといけないって。そうしないと大事な何かを、誰かを失うような気がして。100年に一度災いの起こる年よ、何が起きても不思議じゃない。それ何が言いたいんですか？100年に一度蘇る蘇人の仕業とでも？
そうじゃない、私だって信じてないから。だけど実際に読み人の仕業だと言ってこの残酷な事件を楽しんでいる人たちもいる。人々を混乱させるにはいい隠れ蓑になるわ。つまり100年に一度の伝説に便乗した見立て殺人だとでも言いたいの？可能性はあります。それはこれから本人に直接聞いた方がいいと思いますけどね。何？この中に犯人がいるとでも言うのか？ああ、すみません。言いそびれちゃった。そうです。この中に犯人が。犯人が、います。この中に犯人がいます。名探偵登場だな。ばあちゃんの名にかけるか？じっちゃんね。雪乃さん、それ本当なの？この中に犯人がいるだなんて。はい、私怖くなってきました。ふふん、面白いじゃん。言ってみなよ、その犯人の名前を。その前に、先週我々の別荘に侵入者があったのは皆さんご存知ですよね。ああ、知ってるよ。狭い町だからな、結構噂になってたぜ。噂が広まるのが早いのは確かにそのようね。まあこの街で真夜中にサイレンが鳴り響くなんてことそうそうないみたいだし。さて、その侵入者は別荘に鍵がかかっていたにもかかわらず中への侵入に成功しています。実はその日の昼間に別荘の鍵をなくした男の子がいました。彼の名誉のために名前は伏せましょう。おお、匿名にしてくれるってよかったな。夜に学校から電話がかかってきて気づきました。どうやら男の子は学校で鍵を財布ごと落としてしまったみたいです。または盗まれたか。なるほど、犯人はその財布ごと鍵を盗み、その鍵を使ってあの別荘に押し入った、そういうことですわね。ところが夜になって財布が見つかったと学校から連絡があったの。落とし物入れの中にいつの間にか入れられていたそうよ。では鍵は？鍵は財布の中にあったわ。それは山城先生が確認してる。一応中身を確認しないといけないからね。中に入っていたカードから持ち主が彼だと分かったの。君、クレジットカードを持っているのか？いえ、カラオケ歌わざるの会員カードよ。お前、カラオケ行くんだ。連絡をして、その日は取りに来ないと思ったので、学校の金庫の中に保管しておいたわ。翌日の朝、財布を取りに行くまで、鍵は金庫の中。面白いな。では別荘への侵入者はその鍵を使ったわけではないと。どうでしょうね。ねえ、君はどう思う？金庫を開けた。そう、金庫が開けられればそこに鍵がある。山城先生、金庫の開け方を知っていたのはどなたでしょうか？何人かいるから誰と言われても。ですよね。でも今は夏休み、財布が落とし物入れに見つかったのは夜になってから。質問の言い方を変えます。あの日の夜、金庫の開け方を知っていたのはどなたでしょうか？嘘だろ。まさか。
あの日残っていた職員は私だけね。カオリン、やっちまったか。俺ずっと憧れてたんだぜ、カオリンのこと。カオリンが犯人でもいい、俺は待つ。何年でも何十年でも。だけどちょっとくらいの浮気は許して。って山城先生を犯人扱いするのはちょっと無理があるわね。そうね、山城先生が鍵を抜き取った犯人だとするには彼女の行動は大胆すぎる。転校生、財布が見つかったとあんたに教えてくれたのは一体誰だ。彼女が犯人なら見つけたなどと親切に連絡する必要がどこにある。そんなことをする必要はない。財布ごと自分のバッグに入れて猫ばばすればいい。他に職員がいなかったのならなおさらね。山城先生を犯人だとするのは強引だわ。金庫を開けたという説は一旦忘れましょう。俺は信じてた、カオリンは犯人じゃないってな。金庫の鍵が使えなかったということは別の鍵を用意するしかないよな。別の鍵、別荘の鍵はあと2つ、私そしてまいみちゃんが持っているんだけど、私とまいみちゃんはその日の夜鍵を持っていたのを確認してるわ。盗まれた形跡もない。そうね、それは間違いない。ということは合鍵を作ったとか。面白いわね、犯人が財布の中の鍵から合鍵を作ったとしましょう。彼が最後に財布を確認したのは正午、部活が終わった時間よ。そして山城先生が落とし物入れに財布があるのに気づいたのが午後8時過ぎ。この7、8時間の間に合鍵は作れるのでしょうか。この謎を解くポイントは2つ、複製可能な鍵なのかどうか、それと時間内に複製が可能かどうか。最初の疑問、複製が可能かどうか。最近の鍵はかなり複雑になっていますので。別荘の鍵はこれです。この鍵が複製可能かどうか、これは龍崎さんの方が詳しいですね。別荘の鍵はディスクキーといって広く一般的に使われているタイプのもの。町の合鍵屋で容易に複製できる。本人のものでなくてもできるのか。それは全く問題ないですね。身元確認程度しかしないようですし。ということで誰でも複製可能です。では次の疑問、時間内に複製可能かどうか。龍崎さん、鍵の入った財布がなくなったのに彼が気がついてから山城先生が財布を落とし物入れに見つけるまで約8時間、合鍵を作るには十分な時間ね。結論、技術的にも時間的にも合鍵を作ることは可能だった。ならば話は簡単だ。三果町を中心に合鍵屋を調べ上げればいい。実はすでに調査済み。三果町のみならず近隣の市町村まで。それと念のため上城ホテル御用達の鍵業者もね。うちの出入り業者まで。なぜそんなに手際が。おとなし雪乃に頼まれてたの。念のためよ、あくまで念のため。龍崎さん、まさか。結果はどこも別荘の合鍵を作ってなかったわ。もちろん上城家御用達の業者もね。なんだよ、俺もうすっかり犯人は巫舞さんかと思ったのに。巫舞さんのリアクション完全に犯人っぽかったよね。すまん、ちょっと乗ってみた。なんだか面白くなってしまってな。兄の悪いところですわ。
ということで、合鍵を作ったという線は私の中で消えました。では侵入者はどうやって鍵のかかった別荘に侵入したのか。推理に行き詰まった私は一つの大胆な推論を打ち立てました。正直馬鹿げています。だけど考えれば考えるほどそれが現実味を帯びてきました。大胆な推論、面白いね。聞かせてもらおうか。ちょっと待った。そこから先は何も聞いてない。一体どういうこと？おい、やっぱり協力してたのかよ。食えないな、このインチキデカ。あんた黙らないとマジで逮捕するからな。へいへい。おとなし雪乃、これはゲームじゃないんだよ。私のシナリオから勝手に分岐するつもりなら、ここから先は覚悟して進みな。侵入者があったその数時間前に話は遡ります。ち、別荘の前の小道でちょっとした騒ぎがありました。夜遅くに何かが燃えていたんです。場所はゴミ捨て場のそばでした。近くの別荘からのゴミの中に発火物でも入っていたのかと最初は思ったのですが、翌日龍崎さんからある本が燃えていたと。いえ、これはもう偶然ということで私は片付けられないので、はっきりと言います。その本は誰かの手によって燃やされていたと。その本というのはまさかワールドエンド。それを聞いて私は確信しました。一連の犯人が私たちに近づいてきていると。また私の本。正直うんざりだわ、こういう形で使われるのは。まあワールドエンドがここでも出てきましたが、もう一つ燃えかすの中には犯人からのメッセージが入っていました。本の間から溶けた金の塊が出てきました。それは溶けて変形していましたが、龍崎さんの見立てでは間違いなく指輪。どうして指輪だと言えるの？ついに話に参加してきたか、アニメな。イニシャルらしきものがあったのよ。溶けて全部は読めなかったけどね。 M. 名前だろうね。これは犯人からのメッセージです。どなたか心当たりがある方はいませんか？それ私のって感じで。M だろ？この中にいるとしたら真由美しかいねえだろ。私が指輪する性格だと思う？わかんねえだろ。誰かが真由美に送ったものかもしれないし、冷たいお前はそれを指にはめないでいる。ちょっと私を巻き込まないで。真由美はこう見えて意外とモテるからな。最近も学校で人気のイケメンの先輩と付き合ってるって噂が出てるくらいだからな。詐欺宮先輩のこと？やめてよ、私付き合ってないから。浅木先輩、自分がモテないからって失礼千万ですわ。まゆみ姉さんに謝ってください。待てよ、 M ってもう一人いるな。もう一人？あ、おいおい、ミユが指輪はめるって柄か。プライベートでも未だに学校支給のスクール水着で泳いでるっていうのに。お兄ちゃん、それ余計だから。まあすまん、弁護したいがあまりつい。アマナのスクール水着。想像するんじゃねえよアホ。私思うんだけど、その指輪がもし思い入れの強いものだとしたら、送った人の名前も刻んだりするんじゃないかな。
送った人？そんなナルシストなことするか？なるほどね。面白いわね、アニメな。それはありえるわ。結婚指輪とか婚約指輪ならね、送った側と送られた側の両方を刻印するのはかなり一般的よ。よく知ってるのね、経験ないくせに。アニメナウ？おお、見事な一本だ、アマナナウ。なんか混ざってるな。送った側、それは考えなかったな。ありがとう、ミュウちゃん。送った側、私は LGBT の全てのケースを受け入れるのがポリシーですけど、確率的に考えると送り主は男性ですわね。となるとこの中では、あ、俺か。俺でもいいが、ちょっと視野が狭すぎないか。容疑者はこの町全体に散らばっているはずだ。そうですね、おっしゃる通り現時点での特定は不毛です。一旦この問題は置いておきましょう。私が言いたいのは犯人の特定ではなく、どうして犯人が鍵のかかった別荘の中にいたかです。別荘の小道で本が燃やされた時、あの時別荘で暮らす私たち3人は火を消すためにみんな外へ出ています。みんな外へ。大胆で馬鹿げた推論。もちろん鍵なんかかけていません。本を燃やした犯人が別荘の陰に隠れていたとしたら。嘘でしょ、犯人はずっといたの？鍵を盗んだわけでも合鍵を作ったわけでもない。これは目くらましよ。犯人は別荘の中にいて、ずっと私たちが寝静まるのを待っていたのです。私たちが火を消している間に別荘に入った、そういうこと？最初は鍵を盗むつもりで彼のカバンを漁ったのかもしれない。だけど犯人はもっといいことを思いついたの。本を燃やすことで誰かにメッセージを残すこと、そしてその間に別荘に侵入すること。その男は悪知恵だけは働くのね。まあ悪ってそういうことだから。だけど私だってバカじゃない。犯人が私に近づいてくることは実は予想していたの。だから防犯スプレーを買っておいた。備えあれば憂いなし。まさにその通りになった。さあここからラストスパート。ここまで私の長いスピーチにお付き合いいただき本当にありがとうございます。もはや誰もお別れのスピーチだとは思ってないけどな。防犯スプレーに殺傷能力はありません。だけど涙が止まらなくなったり肌に痛みを感じたり、撃退するには十分な効果があります。私の予想と異なったのは犯人はお面をつけていたことです。それでも暗闇の中、反射的に私は顔、つまりお面に向けてスプレーをかけました。効果はありました。多分目のところだけを重点的にやられたのだと思います。犯人は逃げていきました。私はその後防犯スプレーの効果を目の当たりにします。本人、いえ犯人はごまかしてましたが。ねえ、君はもう気づいているんじゃない？ここまで話せば君には分かってるはず。うちに忍び込んだ犯人を。おいおい、マジかよ。
ちゃんと考えてる？これまでに怪しいと思ったことないの？バレたか。じゃねえだろ。被害者が女性だと全部俺の仕業ってか。まあこの際犯人はケンスケでもいいけどね。どうする？多数決で決める？マイミ、シャレにならねえからやめて。マスターが犯人？そんな風には見えないけど。なんだか薄っぺらい推理ね。実は何も考えてないでしょ。もう一回真面目に考えて。山城先生が犯人？どうして？ちょっと、君みたいな一生徒が助教師の私生活を分かってる方がおかしいわよ。ちゃんと考えて。ほら、もう一回。俺だと？あなた、何を言っているのか自分で分かってますか？私の兄を犯人だと言っているのですよ。巫舞さんこそ大丈夫ですか？なんだか疲れているように見えますけど。ああ。ここのところ寝不足でね、疲れが顔に出てしまっているかな。防犯スプレーは催涙効果が強い。水で洗い流したとしても相当の影響があったはず。目をこすったりしたら逆効果だしね。おいおい、疲れた顔して現れただけで犯人扱いするつもりか？巫舞さん、認めてください。犯人はあなたです。うまいこと考えたと思ったんでしょうけど、別荘前のぼや騒ぎはあなたを一連の犯人だと関連付けてしまうリスクもあったんですよ。ワールドエンドの本を燃やすだなんて、そんなに見せつけたいんですか？山城先生に。私に？どういうことだよ、カオリンに見せつけるって。お兄様、何かおっしゃってください。いい加減なことばかり言ってふざけるなよ。全て勝手な推測ばかりだ。穴だらけのヘリクスで犯人にされるわけにいくか。そこまで言うなら証拠を見せろ。それすらできないボンクラどもめ、これは名誉毀損で訴えていいレベルだ。あの日の朝、巫舞さんはまさか財布を取りに来た私たちに会うとは思っていなかったんでしょうね。驚いた巫舞さんは慌てて逆に事件の話を始めるという大胆な行動に出ました。犯人が饒舌になる一般的な心理です。
あのな、雪乃くん。俺は怪我をした君のことを気遣って事件の話を始めたんだ。君を思いやっての行為だ。それなのに。そうです。巫舞さんは私を見るなり、優しく声をかけてくれたんです。で、怪我は？大丈夫なの？ああ、はい。かすり傷程度ですから。それを聞いて安心したよ。女性を傷つけるなんて、とんでもない奴がいるもんだ。これ、おかしくないですか？な、何がおかしい？心配しているだけじゃないか。ねえ、ケンスケ君。あなたは今驚いてるんじゃない？嘘だろ？なんだ、一体何を言って。俺はてっきり泥棒に入られたものだと。どういうことだ。誰も知らないはずなの、雪乃さんが襲われたことは。そんなの、こんな小さな町じゃみんな知ってる事実だなあ、みんな。いや、彼女が襲われたというのは初耳だ。私も。俺の情報網からは空き巣に入られたか、夜中に泥棒に入られた程度だと思ってた。あ、そうだ、雪乃くんの腕を見てそう思ったんだ。何か巻いていたか、具体的には忘れたが、それを見て怪我をしていたと、その時に。なるほど。いや、腑に落ちました。まったく、早がてんもいいとこだ。墓穴を掘りましたね。あ？この子の傷、かすり傷程度だったから、病院にも行ってないし。包帯も何も巻いてないんだよね。それなのに、どうして怪我したのが腕だと？その調子ならどっちの腕かも分かりそうですね。帰らせてもらう。なんだ、どけ、能なし刑事。警察は事件性があると見て情報は一切公開していない。上白身部、署までご同行願う。待ちなさい、身分。あれ、痛い。龍崎さん。正体を現しやがった。動くな。動いたらこいつを殺す。後ろのお前。ん？俺か。そこから一歩でも動いたら、その瞬間こいつの首をかっ切る。もうおしまいだ、何もかもな。まあ正直、完全犯罪なんて鼻から狙ってなかったけど、ちょっと早い。早すぎる。だからこいつを早めに仕留めておきたかったんだが。心配ご無用だ、転校生。罪なら重ねきれないほど重ねている。もうそこが問題じゃない。失踪事件も爆破事件も。それはそちらの仕事だろう。何でも自供させりゃ事件解決って、それは仕事をしていないも同然だからな。
だがこれだけは言っておいてやる。ワールドエンドだかなんだか知らんが、俺にとっては無用の長物だ。くだらないおとぎ話がもてはやされてこの町が活気づくだと。くだらない、くだらない、くだらない。山城先生、サヤが。過呼吸ね、サヤさん。ゆっくり深呼吸して。そう、ゆっくり。無理もねえよ、兄貴のこんな姿見ちまったら。まだ分かってないようだな、誰のせいでこんなことになってるのか。それともしらばっくれてるふりでもしてるのか。あなた、なぜ山城先生を憎むの？やめろ、俺を見るな。俺はお前のその目が大嫌いだ。あなた、もしかして来るな。ああ、ダメダメ。動いたら腕折るから。本気だよ、ミブさん。俺、あんたに負けたこと、一度もないよね。邪魔するな。邪魔するな、ヤマト！ああ！マスター、本当に折りやがった。あ、や、動くからさ。ああ、関節が外れただけだから。私は大丈夫。早く警察に連絡、それと救急車、急いで。読み人よ、あなたは今どこにいますか？今宵は一つだけ真実が見つかります。それがあなたでありますように。それがあなたではありませんように。かっこ悪いわ、あんたたちにこんな姿見せるなんて。よかったです、龍崎さんの傷大したことなくて。腹刺されてるからね、数センチずれてたら命取りだったわよ。まだ取り調べが続いてるからわからないけど、多分考えられる理由は二つ。一つは、上白家に対するコンプレックス。コンプレックス？巫舞は、上白堂の跡取り息子として育てられたけど、その期待に応えられていない。一方で、出来のいい妹は親に愛されている。いつか妹に上白堂を取られると思ったんじゃないかな。実際、おとといの夏祭り、巫舞に代わってスピーチをしたのは上白さやよ。堂々としたものよ、
二階堂レイからの信頼も厚かったと聞いているわ。ま、年も近いしね。そんなこともあって、映画のプロジェクトは上白巫舞ではなく妹のさやが責任者になると噂されていたからね。プライドの高い巫舞としてはどうしてもこのプロジェクトを潰す必要があったんじゃないかしら。その上白さやは精神的なショックから口を閉ざしたままだと聞いてるけどね。それは彼の闇を解明するしかないわね。ただどんな事件も衝動性と計画性、その両方が存在している場合が多い。誰かを追い詰めたかったんじゃないかな。それが二つ目の理由、山城香織への横恋慕。巫舞と山城先生、あの二人学生時代は付き合っていたという噂もあるのよ。これは山城先生が否定してるから違うとは思うけど、巫舞が一方的に山城先生を好いていた。この線で今取り調べを進めているわ。あんたの別荘の前に見つけた金の指輪も巫舞が山城先生に送ろうとしたものだった。それを当てつけに本と一緒に燃やした。巫舞はプライドの塊だし屈折しているのよ。まともな愛情表現ができない人もいる。恋は病、病は人を蝕む。あんた、もう行くのか？はい、夕方の列車で帰ります。まったく、あんたは危機管理能力ゼロか？ま、だからこそこの町を離れるというなら日が暮れる前に帰れ。その方がいい。また来ます。変わったやつだ。龍崎さんもお元気で。あんたもな。ああ、何でしょう？いや、何でもない。さようなら、龍崎さん。言えるわけないよね、リング交換しようなんて。友達じゃないんだから。やっぱりいい眺めだね。私この街好きだな。おーい、来たぜー。間に合った。ほらこれ、御果て町限定グーチョコパンだ。ああ、これ食べたことなかったんだ。あれでしょ、ストロベリー味の紅白パンダ。パンダの特徴である白黒をあっさりと投げ捨てたことで賛否両論となり、全国発売をためらっているというこの町限定のグーチョコパンダよ。ありがとう、帰りのおやつにするね。雪乃さんがいなくなると寂しくなるよ。また遊びに来てね。うん、ありがとう。そろそろ列車が来る時間だな。中に入るか？そうだね。よし、ちょっと駅員のおじさんに言って俺らも中に入れてもらおう。おーい、おじいちゃん。ケンスケ、あんたほんと空気読めないね。死ぬぞ俺、ほんとマジで。あたしたちその辺のカフェで待ってるから、あんた見送っておいで。ああ、俺らも行こうぜ。ほら、走る列車を手を振りながら追いかける、あれ俺ずっとやりたかった。じゃあね、雪乃さん。Thank you.
夏が終わるね。暦の上ではもう夏は終わるんだよ。君と会えてよかった。これで終わり？夏、終わっちゃうよ。私、帰っちゃうよ。仕方ないよ。ねえ、キスくらいしとく？ありがとうございます。怪我の方は問題ありません。結果、危険な目には合わせてしまいましたが、巻き込んだ以上自分が犠牲になる覚悟はできていましたから。巫舞は現在警察に拘束されています。はい、言っていることは相変わらず支離滅裂。明日にでも精神鑑定の申請が出されるはずです。私もそう思ったのですが、どうもこれは私だけでなく、あの子も同じ見解のはずです。そうです、巫舞は読み人ではありません。この事件、これまでとは違います。何か大きな罠がある。まったく、よりによってなぜこの年に。すみません、余計なことを申しました。引き続き捜索を続けます。お祈り申し上げております。一日も早くあの子に力が宿ることを。What's up, Vimer Tribe? What's up, world? I am Bianca, and thank you so much for watching this video. If you enjoyed the content of this video, don't forget to hit that thumbs up button to let me know. And also, if you haven't subscribed yet, and you want to be a part of the Dreamer Tribe, just hit on that subscribe button. We also have tons of different content here on my channel, so be sure to check those out. Until the next video, dream on, fly on.